アパフィ・ミハー・イ一セイは、ハンガリー人のトランシルバニア公、ハプスブルク帝国に、支持されていたトランシルバニア公ケメーニアーの氏の対抗馬として、トランシルバニアの貴族たちにより1661年9月14日に、公として擁立され、オスマン帝国の支持を取り付けた。ケメーニアは、翌1662年に死んだため、他に対抗者はいなくなりアパフィ・ミハー・イ一セイが、 単独の公となった。即位事情から、オスマン帝国の区靴であり、帝国の後ろ盾を受けて神聖ローマ皇帝レオポルト一世と敵対し、1683年に第二次ウィーン包囲で、オスマン帝国が敗退するまでは、帝国とハンガリーの反乱分子たちを支援していた。しかし、戦後の大トルコ戦争で、オスマン帝国が劣勢に傾くと、 レオポルト一世との交渉を開始し、1687年9月29日に協定を結んで、トランシルバニアにおける自分の権威を認めてもらっている。1690年に、公国の首都、セイケシュフェヘールバールで58歳で亡くなり、息子のアパフィミハーイ二世が後を継いだ。しかし、オスマン帝国は、テケリをトランシルバニア公に指名、アパフィミハーイ二世は、 レオポルト一世の保護下に置かれたためほとんど権力はなく2年後にハプスブルク家に配位され実質的にトランシルバニアはハプスブルク家の領土に組み込まれた。ありがとうございます。